どうも、コミザップのミコだよ。はい、はい、中目黒目黒さんです。今日ね、花見ブースでね、そうなんかね、パッケージを作ってくれるっていう噂を聞いて来ちゃいました。すごいよ。メタルギアの5のパッケージと、あとウィーレの2016のパッケージを作れるってことで、でも僕らはちょっとメタルギアのパッケージになりたいなって。私はね、パッケージになりたいなって多分意味わかんないと思うんだけど、ここで撮影して実際印刷してパッケージになる。そう、青いやつ、これでパコッとなってる。きっちりね。そう、ちゃんとパッケージになるから。全くアプリに関係なくてすいません。すいません。でもどっちです、やるの。本当にコンメタルに行くよ。あ、じゃあ私ウィーレやりますから、ね、やんの、ね、いいの、はい、じゃあ2人、じゃあ先にやったら先に絶対私か、ね、私ウィーレだからちゃんとやるよ、はい、ウィーレの方で、ウィーレで、はい、帽子とか使いますか。ちょっと躍動感ある感じで、躍動感あるのにしなきゃいけないんで。躍動感ってなんだよ。あ、ボールちょっとあるよ。ボール持つ、ボールあ、ボールあるじゃん。あ、なる、待って、こっち、イエーイ。そんな浮いてねえだろ。だって何、こういう感じ、どんな感じ。そう、いいよ、それで。じゃあ蹴ろ、ひょできるもんですか、それ。あ、できる、できる。ちっちゃいな、私。超引かれてるんだけど、カメラ。あ、分かった。あ、これでいいんじゃない？すみません、意味がなくなっちゃいませんか？じゃあ、やっぱボール持った方がいいか？いいよ、そのまま行け。じゃあ、はい。じゃあ、なんか一人だけ時間超かかってるんですよ、あの人。ほら、かわいい、かわいい、かわいい。自分で言うんじゃねえよ。天使かな、天使かな。あ、忘れてた。あの、忘れてた。次の人がいる、次の人がいる。じゃあ、俺は、あ、待って待って、メタル、あ、メタル行きます。あ、すいません。さあ、あれ、透けてるよ、服が。あ、透けてる。やばい。あ、でもいいんじゃない。まあ、うまい具合に。まあ、でも顔だけですから。さあ、どんなポーズをするのか。ババゾのポーズでいきます。ババゾのポーズ。あ、かっこいいぞ。どっち、ここら辺ですか。そうですね、真横がちょっと。いや、もうちょっとこっち向いた方がいいですよ。こっち食いてやるなら。あ、もうそれでいい、そこでいい。かっこいい。どうなるかな。お、かっこいい、ほら。かっこいい。ありがとうございます。ちょっとガチ照れしないでくださいよ。恥ずかしいよ、これ。みんなの前で見られるっていうね。そう。じゃあ、これでね。どうやってあれなんだろう。パッケージができるまでね、ちょっと待つみたいなんだけど。え、ちょっとでもそっちもかっこいいな。やばい、これちょっとドキドキすんね。ドキドキする。ドキドキします。え、ちょっといいな、そっちかっこいいじゃないですか。ちょっとね。私、何これ、かわいい。天使だな。天使、かわいいな。ネイマールです。ネイマールです。ということで、お写真を撮ってきました。で、パッケージもできたんで。そう、できたの。すごいかっこいい。で、裏とかだってこんな感じだよ。すごくない？本格的。なんで裏から見せんだよ。裏、先にね。いきますよ。じゃじゃん。超かっこいいの。超かっこいい。これ本当にパッケージ見たくなってる、ほら。そう。あ、裏もすごい、そっち。すごいの。あ、もう裏もちゃんとそうなってますよ、これ。かっこいいじゃないですか、ミーコは。ほら、ミーコはね、ダン、ウィーレだよ。これかわいいでしょ。ちょっとなんで誰も反応しないのね。ちょっと誰も、って俺しかいないから、ね、確かに俺しかいないから。これね、ほら、天使でしょ、こちら。一番のね、ポイントね、この手の綺麗さ、超手綺麗なの。あ、そうだね、うん、あ、じゃあこの画像欲しい方、ミーコのツイッターに上げときますんで。ちょっと待ってよ、勝手にやめてください、はい、それ、はいはい、でもよかったな。これちょっとね、本当記念になるよ、嬉しい。だってパッケージだよ、本当の。でしかも中もね、普通にこんな入れられるの、うん、そう、だからちょっとなんか思い出の品をね、入れたりとかして。あと、だから、あとパープロもできたね。パープロもできましたね、うん、パープロとウィーレと、どうだっけ、
メタルギアね。メタギア。はい。こんな感じで。ぜひ遊びに来て、ね、これ絶対いい。これ絶対いい。しかもすぐできるしね、これね。うん、1時間待つとかないから。はい。はい、ということで、今日はこの辺で。ブースか。そう。わぁ。コナミブースからでした。また明日の15時にお会いしましょう。はい、バイバーイ。